ットをこの距離から狙う。おお、ゴール、これを決めてきた。はディフェンスの対応、ミドル、うわ、勝ち越し、アンタルヤスポル、試合をひっくり返します。見事なコントロールシュート、これは鮮やかな一発が決まりました。キーパーの位置も見てましたかね。取れない位置にボールを置いていくような技ありのシュートでしたね。アセニアクは攻撃設定時のミルト18。うまいですね。自分で行く、振り抜いた、うおー、きたー、先制、マンチェスターユナイテッド、守備陣シュート、先制、まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。あと23 minutes is number 14 Benjamin Andre。決めた、素晴らしいゴール。このゴールで今日のゲームをリセットします。これは熱い一発になりましたよね。直接叩き込んできましたね、北澤さん。いや、もう素晴らしいの一言です。 Time and again they are repelled. He's a shot of the ball here. Chance! He has done it! And with that goal comes comfort!Swift, incisive, deadly, all done in a matter of seconds. Well, this is a well-rehearsed drill. As soon as possession is regained, the commitment to attack is lethal. After 28 minutes is number 9. Roberto とは別のチームになったみたいですよね。フィルミーノ、おお、ナポリ、いや、勝ち越し、ゲームをひっくり返します。フィルミーノ、ディフェンスに寄せられましたが見事、ショボシュライ、ミドル、うわ、打ち抜いたぞ、後半に入ってゲームが動きます。得意としているか、うわー、ゴール、素晴らしい、これは素晴らしいゴールでしたね、北澤さん。まさかあの距離から直接狙ってくると思いませんでしたけどもね。しかもそれを決めてしまうというね、いや、これはもう本当に見事としか言えませんね。北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしく。おお、決めた、素晴らしいゴール。開始早々先制ゴール、キックオフのいい流れからこの得点まで結びつけましたね。これは素晴らしいゴールでしたね、北澤さん。いや、もう素晴らしいの一言ですよね。あの位置から、この距離から狙う、うわー、先制、後半に入って試合が動きました。あそこから決まってしまうのか。これは気持ちのいい一発になりましたね。
キック力もあってサイドも高いですし見事なシュートでした。 After 53 minutes is number 50できました。本日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ガジアンテプ FK が2対0で見事試合をものにしています。奪います。シュート、うわー、ゴール、これを決めてきた。立て続けのゴール決めてきました。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか？いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。ガジアンテプ FK カウンターを仕掛けます。足元大事に行きます。メルテンス、メルテンス先制。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズに試合運びができたと思いますよ。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ガジアンテプ FK が1点を守りきり勝ちを収めています。ラフィーニャ、グエです。ナンバー8アンドレス・エニエスタ、フリーで受けた。ナンバー4シュート、ゴラッソ。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。レンヌが1対0で勝利を収めました。フェルナンデス、キム・ミンジェ、さあここでカウンター、スペースを狙った、来た、これはシューバー、決まった、先制。ゴールに吸い込まれるような素晴らしいシュート。これは綺麗なシュートでしたね。しっかりカーブをかけてイメージしたコースを狙ってきましたよね。素晴らしいテクニックですよね。北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。シュート来た、先制、ヘイソル。前半開始早々です。いや、いきなりですよ。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか？いいカウンター、シュート、うわー、来た、追加点。リードを2点に広げます。あそこから決まってしまうのか。ディフェンスがいましたけどもね、思い切って打ちましたよね。下っかわす、こぼれます、弾いたところ先制。決勝点になろうかという大きな大きな先制弾、ようやくですね。キーパーが弾いたボールを押し込みました。キーパーからのこぼれ球をイメージできてたんでしょうね。こういう意識、シュート、同点。いや、これは北澤さん、いや、素晴らしいですよね。流れを相手に渡さないという気持ちが出ましたね。Gets the ticking off and needs to be very careful now.
Now it's Andre Silva. He's shifting through the gears here. Big chance! It's in! Calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Segnato al 24esimo minuto, numero 11. And the action is back underway. A title game so far, can that change now? And Firmino! Goal! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Peter, that was just a defensive act of generosity that was always going to have a painful ending. After 47 minutes is... number 9, Roberto Firmino! To you. Adeyemi, and it's Schürrle. It's Schürrle! That is simply breathtaking! Surprise, surprise, who else? The ideal time and the ideal man to do it. This is going to liven up the second half. It is a good finish, the odds were against him. To overcommit now, their priority lies further back. He's got a side of goal! Oh, taken with style! Even some of the opposing fans are clapping that. You just have to appreciate it. You know, what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. But for l'équipe des Corinthians. Après 86 minutes de jeu par le numéro 7. Has a look and has a goal. Fantastic! A finish right from the top draw. And
the goal still quivers with the sheer ferocity of the strike. That's a great hit, but you've got to question why the defence didn't do a better job in trying to close it down. After 13 minutes is number 18. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Firmino, he's left his back. Firmino! They score! There is the breakthrough! That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the trust to get there is one thing, having the composure to score is another. Goal! After 28 minutes is number 9, Roberto Firmino! Roberto Firmino! Home, so must we. Good evening to you. Oh, lovely bit of skill. Gets away from his opponent. Chance for the header! Oh, surely that deserved a better outcome. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. And the shot! What about that? And that may just do it! It just came down to a battle of wills between him and the keeper, and he won it with a cracking piece of trickery. Goal! After 30 minutes in extra time is number 39. It's Firmino. Firmino looking to penetrate opposition lines. Martinez. And that's another good win of the ball. Now this is a great position. And Firmino! Looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. He snaffles his third, and that earns him the match ball. After this has been an immense contribution from one player. He's been just about in play. Number 9. The irresistible force today. Roberto Firmino! Roberto Firmino! Roberto Firmino! The interception was most necessary. Lovely ball into space. Now it's Sabitzer. Schürrle. And the counter is on. With Ziyech. Big chance! He's delivered all right! The breakthrough strike! No space, no problem. You just cannot stop him. Well, I think that defence there thought they were in good position and they had him where they wanted, yet somehow he's worked a scoring position when it didn't see him on. It's really crafty business, that. Numero 22. Interesting game has brewed up here, hoping perhaps for a little bit more from both parties in the second half, but the score at half-time is 1-1.